じゃあ、星野さんの今度はね、現役の当時の、はい、自分のピッチング、はい、まあ、皆さんもご存知だと思いますけれども、一番速い球で130、どれぐらい出てました？いや、マックスは135です。それはでもね、リリーフの時に出したので、若い時に、まあ、試されたんですけどね、リリーフ。なるほどね、リリーフ。一応2セーブ持ってるんですよ、僕。2セーブ、はい、あ、そう、はい、そうか、2セーブ。それは本当に若い時に 1年目に 1セーブしてる、はい、ただ、うん、その2セーブは数字はついたんですけど、もう危なっかしい、あ、なるほどね、もう結果としてセーブになったんですね。結果としてその時にだからもう、まあ、一応めちゃめちゃ全力で投げて135だったので、だからほとんど130出ることの方が珍しかったと思うんですけど、ね、まあ、背番号28でしたかね。そうです、だいたい128キロぐらいのね。僕も自分でもそう思ったんですよ。やっぱそうでしょ。だいたい僕ね、一応スピードガンは見るんですけど、うん、そのだいたい128キロ前後で行ってる時の方が調子がだよね。そう、僕もそう思う。背番号となんか照らし合わせて見てた。28のイメージが。僕もそうなんですよ。あ、やっぱそうか。そうで、だからあんまり130で出したいとかもう思わなくなった時にはもう128ぐらいでバランスよく投げれてる時は良かったです、ね。あ、そう、はい。コントロールも多分いい時だったと思います。そうか。僕、はい、今見たらね、はい、85年から阪急で投げ出したの。そうです、そうです。85年は、僕は85年、はい、86年っていうと僕は西武で、はい、だからそう、西武対阪急で試合してんだね。そうです、そうだよね。でも本当にタオさんにはちょっとお世話になったことが、まあ、どこなんかいろんな人に僕お世話してるみたいで、まあまあ、まあ最後の打者、あれ最後のバッターだったね。初勝利の時ですけど、ね、やっぱ初勝利、はい、ありがとうございます。85年、はい、85年。僕ね、まさかのですか。いや、打席立っててね、思ったのはね、なんでこんな速く感じるんだろうって思ったの、うん、でスピード感見たらさ128キロだからそれおいおいって感じですね。あれそれでカーブを待って、はい、でカーブが来るんだけど、はい、それがね、待ちきれないの。あ、でもあの最初の頃そうやって言う人多いでしょ、はい、待ちきれないんですよ。だから遅すぎると。遅すぎるの普通だから何なんだろうなっていうぐらい、まあ、その面白おかしく言う人もいてね、うん、だからあれ清原君だったから、うん、いや、あれやっぱ高校生にしか打てませんよとかね。あ、必死こいていくと絶対打てないとか。いや、高校生でもなかなかあのカーブはいないですよぐらい。だからあのカーブがだから遅すぎて、当時南海にバナザードっていたんですよ。いましたね、両打ち、はい、うん、左右打ちのね。で、まあ、僕と、まあ、右打席 で、うんうんうん、で遅いカーブ投げるんですが、はいはい、もうずっとまっすぐのタイミングでしか待たないんですよ。でカーブ投げたら、うん、舐められてると思って要するに放送禁止用語を言うわけですよ。ああ、何や、お前何なら本の球投げてみたいな。別にここに投げたわけでも何でもないんですよ。普通に緩いカーブが緩いっていうか、うん、僕の中では全力なんですけど。普通のカーブをね。で投げてストライクって言われたら、ガーって向かってくるんですよ。いや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 みたいな。いやいや、舐めてないしって思いながら。これが星野のピッチングなんだっていうね。で、もう何打席も対戦して、うん、もうまっすぐ。もうね、うん、そろそろ頭の中に変化球入ってるだろうと思って投げたらホームラン打たれたんですよ。いや、まっすぐタイミングで待って、だからもう一生まっすぐ投げるのやめようと思いました。バナザードには。そうか。だからあの時はすごいプライドの高い人が多かったの、僕は。あ、かもしれないね。どうですか、タオさんから見て。僕は2年目だったんで。いや、いろいろいましたね。だから僕は西武と南海で試合した時に、はい、門田博光さんが、はい、工藤公康、はい、投げてて、はい、デッドボールのまがいの球して、はい、あの頃からもう DH だったからね。あ、うん、でもそれでその打席終わって、はい、それでベンチに帰ってきたら、はい、大阪球場、はい、大阪球場、加藤さんが一塁側からサードまで裏取ってきて、ちょっと工藤呼べとかつってね。それでもう喧嘩腰あの球なんやみたいなね。なるほど。まあ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 って僕ら、まあそれは若手とベテランみたいなところですからね。誰に投げとんやみたいなね。そういうのがありましたよ、昔は。あ、なるほどね。それはまあ若いピッチャービビるよね。いいですね。でも僕はでも行ってもみんな当たりに来ますからね。いや本当ですよ。ラッキーで。いや
まあ、何回も対戦していくうちに、まあ、基本的に球が遅いんで、基本アウトローを中心に行くじゃないですか。だそこはやっぱりいいバッターあんまり打たないんですけど、うん、特に初球ファーストストライクはね、ファーストストライクはもうあれ打ってくれると楽なんです、うん、まあ打たれてもシングルヒットなら OK かなっていうね、そのうちビタビタにこうホームベースに立つようになって、寄ってきてインコースも普通こう下がるじゃないですか、こうしか避けないんですよね。あ、もう当たってもいいやと。そうなんですよ、もうこう当たってもいい、だから痛くない。で僕の中で記憶でデッドボール、まあ、何球かあるじゃないですか、はいはい、おそらくシューってあの冷却スプレーされた人は誰もいないんじゃないかなっていうこれやねまあそういうことが普通にあの走っていきましたから、うん、ああいう時ちょっとね、そういえば球の多さを感じますけど、まあ何回もあの聞かれたし言ったと思うんだけど、あのキャッチャー中島が右手で取った、はい、そうですね、あれな何戦のどういう状況ですか。あれはだから日本、まだ日本ハム戦で、日本ハムがまだオレンジのユニフォームの時ですから、うん、大沢さんの頃。いや大沢さんじゃない、いや上田監督ぐらい。あ、上田さんかだと思います。あ、上田さんの頃ね、はい、はい。でまあ、僕は多分立ち上がりがすごく悪くて、うん、もう4点ぐらい取られてたんですよ。あ、もう取られてたの。でそれ田中幸雄でインコースのカーブのサインで、多分ファール打たそうか何かと思ったんですよね、うんうんうん、でそれが抜けたんですよ、ね、抜けた。パッと取って右手で取ったのね、右手で、右手ですねそれはどうしたの、一回呼んだの。いやいや呼んでないですよ、呼んでないです。もう打たれてるからとりあえず何とか抑えなきゃと思って、うん、まあ多分4点ぐらい取られて、うん、って帰っていったらベンチの中でその先輩たちがもう負けてるからあんまり大きな声で笑えない、笑えないけど、まあ、裏で行ってもクスクスみたいな感じね、もう手で取られたとかって笑ってたらその、まあ、その時は中島ですけど、中島がバーッと来て、すいませんミットが届かなかったんで、ミットが届かなかった。後で VTR 見たら全然動いてないし、動いてない多分もう相当僕調子悪かったんで、逆球ばっかりだったから、もうちょっとね、もう初回で疲れちゃったんじゃないかなと思って、うか、もういいわと思って掴んだんだと思うんですってことは、いつでも掴めたわけね、右手 で僕だから紅白戦の時よく言われましたもん、バッターに、うん、いつでもいいよって、手で取るからとかねずっと言われました。そうですか。でもその球を駆使してね、はい、176本勝って11年連続2桁勝利なんてね、そういないでしょ、プロでも。そうですね、うん、だから僕がやる続けているときに、あのセ・リーグでは川口さんが6年か7年ぐらいやってたんですよ、ね、それでもすごいことですよね、はい、今そんだけもしあの続けて2桁勝利したら、下世話な話ですけど、年俸でいうとどれぐらいまでいくかね。さあどうでしょうかね、5億円ぐらいはいくかな。まあ内容にもよると思うんですけど、ね、まあ、チームの順位にもよるんでしょうけどね、まあまあ、それぐらい行きますよね。だから僕が入った時にその山田久志さんがいて、もうそれこそ17年連続2桁とかなんかやってて、まあ、安定してましたもんね、まあ、あの頃でも本当に先発したら完投みたいなのが当たり前だったので、阪急、まあ、そういうので育てられたおかげかなと思うんですよね。投げることに対して苦にはならないので。足立さんなんかもまだいた。足立さん僕コーチです。もう、あ、もうコーチか。いや、足立さんと山口隆さんはもう、隆さんもコーチ。コーチです。隆さん短かったからね。そうですね、うん、若い時期にもう終わったでしょ。そうです。多分僕が入った時に、うん、コーチ1年目かなんかだったと思うんですよ。そうか、そんな感じ。僕らはもう山口隆さんの関西大学の時のピッチングを見てるんで、はい、いや僕だからね、もう伝説の話になってるじゃないですか、はい、伝説になって見たかったなっていう。170センチあるかないかの体なのに、まあ、こうから投げてね、はい、ものすごい球投げてたりしたよ。いや僕も実際お会いして、もっと大きい人だと思ってたので。多分169センチぐらいじゃないですかね。そうですかね、うん、はい、でもやっぱりもう誰も打てなかった。いやすごかったみたいですよね、それぐらいのまっすぐ投げてましたよ。星野君の年齢っていうのは40年間でしょ。だから昭和40年。そうなんです。これはあの野球界にとってはすごい豊作の年ですよね。多かったですね。だそこにね、あのこの前も出てもらったけど、山本昌も同じ、はいはいはい、また遅いピッチャーがいたね、もう一人ね。だから僕は山本昌より遅かったんで。そうだね。だ僕が、うん、まさに、うん、遅いよねって言っても僕だけは怒らない。そうか。そうか。あとピッチャーで言うと他には昌がまあすごい、まあ、小宮山が負けた
とか水野、巨人のね、はいはい、だから近鉄だったら小野、青野か、南海は加藤慎一、加藤慎一、うわいいピッチャーばっかりずらっといますね。巨人まだ高田とかでしょ、高田ね、高田でしょ、であと西武、はい、渡辺久信でしょ、久信いる、ああすごい、あと誰ピッチャーだけで言うとまだあハムに角がいましたね、角ね、角がいました、ね、あみんなやっぱりエース格、各球団にいたんですよ、エース格で投げてましたねみんなね。でバッターもいましたけどね。バッターは古田はそうでしょ、古田は 大学出てから古田、長嶋一茂とか あと池山もそう、池山もそう、あと誰だったかな、なんかいっぱいいますよ、なんかそれで、まあ、みんなやっぱりこの年になっても、はい、まあ、野球関係の仕事をしてるっていうのがね、そうですね、どこ行っても嬉しいですよ、ね、まあ、監督やってたりとか、あ、うん、去年まで中日の監督、与田監督、与田もそうか、そうです、そうです、与田はプレイヤーとしてはもうほとんど1、2年しかね、まあ、あの星野監督の投げてないですからね、もう故障しちゃってね、デビューしてっていう、それでも野球界ずっといるわけだから、はい、それもすごいですよね、はい、そうやって考えたらやっぱりすごい年ですね、昭和40年、そうですね、だから本当、うん、どこ行っても誰かがいるのでやりやすいですね、やりやすいですね、あ、はい、そうか、あの中島監督からは声はかからなかったの、はい、あ、かからなかったですね、なんで、いや、なんでか、それは多分今誰がピッチングコーチなのかな、今ピッチングコーチはだからあの高山さんと、高山君ね、まあ、能見が、あ、そうか、あ、プレイングコーチって形で、ね、はい、来年ぐらいあるんじゃないですか、いや何もないと思います、ないの、多分、はい、何もないです、あ、そう、外から応援しておきます、あ、そうなの、まあ優勝しちゃったからね、いや、優勝しちゃうとちょっと来シーズンは厳しくなるからね、いや、そうですね、これ勝ったら勝ったでね、勝ったら勝ったでね、やっぱり連覇っていうのは大変なことですからね、そうか、だから山本、うん、吉田はね、まあ、軸として絶対いるけど、はいはい、まあ、宮城君が2年目でちゃん、まあ、連続して活躍できるかっていう、はいはい、そう、宮城投手ね、あと杉本ですね、杉本の4番 ね柱が今年は2本あったんですけど、どっちかがね、うんうん、どうなるかっていうところと、あと抑えのところ、ずっと平野にはならないと思うので、そうですね、やっぱ変わって誰か出てきてもらいたいですよね、多分そういうこと、うん、そこが課題になるのかなと思うんですけどね、そうか、そうか、いやー、まあでもあの、ね、皆さんあの自信持ってくださいね、あの100キロ出ないカーブで最速135キロ、その球でもプロで176勝そうですね、できましたからね、ええ、あの 何かあのコツ、一つコツだけはちょっと教えてください。あと、あのね、うん、僕がいつも心がけたのは、まあ、心がけれてないかもしれないですけど、うんうん、まず打たせること、困ったら打たせるね、やっぱり、ね、忘れてしまうんですよね、打たれちゃいけないと思っちゃうんだ、打たれちゃいけないと思うから、うんうん、際どいところ投げるって、はい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 、で打たれそうだと思うからボールになるじゃないですか、なるほど、だからフォアボールになるって で連続フォアボールになりそうになったらこれはまずいなってなる、まってなると真ん中付近に行く、打たれるっていうことなんで、もう最初からもう打たしていいんだ、打たしていいんだって、ま、守ってもらったらいいんだっていうのは、あ、それなかなかいい言葉ですね、そうですね、まあ、なかなか あとは打たれたらもう自分のせいですけど、あとは守ってもらえたらラッキー、打たしなさいっていうのはなかなか言わないもん、ピッチャー、そうですね、ただ150キロ出たら多分ね、三振狙えっていう打たせないぞと思うかも、いや、ありがとうございました、はい、すいません、こんな感じで、どうも。